おはようございます特価塾の久保でございます今日の連絡は2つですね1つはですねあの例の花屋龍馬さんに動画のメッセージを送ってくださった皆さん本当にありがとうございます昨日までに花屋龍馬さんね徹夜で返信動画作ってくれたんじゃないかなという勢いでどんどん動画を出してくれましたねそして、えー、2つ目の連絡なんですけどもあの例のカルダのエイダですね久しぶりにニュースが来ましたよこれむちゃくちゃいいニュースなんでぜひね私の話聞くよりもこっちの方を見てくださいそれではいってらっしゃい